気分になるなんて、まるでフィクション、それパネーション、受けた気分になってんだ。足かけと曇りに縛られて、一度の光に会うため、この部屋でずっと忘れた何かを待つ囚人。刺されたものはまんべんなく、残さず平らげて、優等生なし人、誰よりも無個性だった。娘が都って暗いのか、また何度も何度も吐き捨てて、挙句の果て食べる行為がそれ自体が苦手になった。Yes.